人間は、そして私たちも皆さんをとても愛していますが、結論を急ぐ傾向があり、それは誰の役にも立ちません。物事が標準から外れると、人間の反応は常に何かが間違っているに違いない、したがって何が起こっていても悪いことであるというものです。問題はこれがその人にとって本当に良いことなのか悪いことなのか、どうやって知ることができるのかということです。その背後にある目的が何であるかをどうやって知ることができますか。あなたの世界では物事がどのように展開するかは常に謎です。あなたはあらゆるものに原因があるとして理由をつけますが、この宇宙には人間の心よりもはるかに知的な推進力があり、すべてを動かしていることを忘れています。したがってボード上のあなたの立場からは全体像を見ることはできません。すべてのものには知性があり、この神聖な知性は花から人間、砂粒から宇宙に至るまで、あらゆる場所で何をしているのかを知っていると信じなければなりません。この知性はバランスと調和、流れの一つであり、そこで何が起こっていても、それがどのように見えるかに関わらず、その背後には知的なデザインが存在します。あなたの仕事は起こっていることを決して変えることではありません。あなたの仕事は光を保持し、愛を保持し、すべての人、すべてを愛で保持することです。それであなたは心配や懸念、被害者意識にエネルギーを注ぐのをやめ、代わりに心の中に愛を持ち始めます。愛は存在する中で最も強力な魔法です。愛は変化し、癒し、祝福し、繁栄します。愛を送ること、それがあなたの仕事です。彼らがその経験から何があっても勝利を収められるよう愛を送ってください。なぜ何かが起こったのか原因を追うのではなく、何かが起こったからといって気分が悪くなるのではなく、すべての背後には知性があり、見た目とは裏腹に物事を完璧な順序で調整していると信じることができれば、おそらく理解したいという気持ちが楽になるでしょう。原因を突き止め、何が起こっているのかを乗り越えることを決意します。なぜなら原因を探している限り、状況がさらに悪化することになるからです。原因を忘れて前に集中してください。すべての戦いの終わりには常に勝利が目標です。だからどんな戦いであっても勝利に集中するのです。あなた自身と全員が勝利に向かって行進しているのが見えます。あなたは自分自身とすべての人を愛で抱き、その愛がどんな挫折も勝利に変えます。それがアセンションに関してあなた方全員がやっていることではないでしょうか。勝利に向かって行進、愛を送り、力を送り、癒しを送り、思いやりを送り、光を送りましょう。しかし悪いことや間違っているというレッテルを貼るのはやめてください。どれもそうではないからです。何も問題が起こることはありません。私たちの視点から見ると、それはすべて完璧であり、常に完璧です。たとえ見えなくても完璧です。